師匠の好きで何が悪い。さあオープニングはタワーオブパワーで What is hip ライブバージョンね、聞いてました。実はほっとくとまだまだ続くっていうのでこの辺で、番組の方ちゃんと始めたいななんて思います。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京はね今日はねだいたい気温的に今25度ぐらいなんですけれども、風がさすごいんだよ。ずっとビュービューどういう表現していいのか分かんないけどビュービューだから、もうこの辺なんか特にあの海沿いに今スタジオ海沿いのスタジオにいるんですけど、山の中なんじゃないのっていうぐらい今こっから見えるスタジオの横のその窓から見える木々がもうずっとワッサワッサしちゃってる状態ですね。本当なんかいろんなもの飛ばされないようにしないとね、なんか一個飛んだら確実に手元から離れたら取りに行けないぐらいのなんかすごい風の速さなんで、気をつけていただきたいと思いますよね。だってこっから見たね木がねワッサワッサしてるんだけど、ほらよくさ風が同じ方向に吹いていくような地域に生えてる木とかと同じ方向に葉っぱが向いちゃってることあるじゃん。あれみたいになっちゃってるのよ、もう全員横分け葉っぱがそういう感じっていうのかな、分かるかなっていう感じですね。そういう感じでございます。ということで今日も始まりました。昨日は満月、昨日から今日にかけて満月フラワームーンご覧になったでしょうかということでございまして、もう今日から少し16番目の月になるわけですね。だからもうちょっとだけ欠けるやつを見れるんじゃないかな。まだ綺麗だと思いますけど、昨日の夜もだから満月見るのも今度は風があるのに雲が動かない、それか雲がずっといっぱい動いてるのに雲がいっぱいなのかっていうので満月見るのも結構ちょっと大変だったのもあるんですけどね。そういうのもありますけれども、もうゴールデンウィークも後半戦というかもう終わり間際でございますけども、皆さんいかがなゴールデンウィークをお過ごししたのでしょうか。ね、楽しいゴールデンウィークだったらいいんですけど、今日はですねお題がですねお題が私ゴールデンウィーク嫌いなんです、これです。はい、いいですね。私ゴールデンウィーク嫌いなんです。いるでしょ、結構僕の周り多かったですよ。ゴールデンウィーク嫌いな人、イライラしちゃう人、大抵働いてる人、ゴールデンウィークになると忙しくなるとイラッとするみたいなさ、ゴールデンウィークなのに休みが取れないような仕事してる人なんかいっぱいいるしさ、ゴールデンウィーク関係ないさとかっていう人もいっぱいいるでしょ。僕なんかはゴールデンウィーク知らないんで、ほとんどちびっこの時からゴールデンウィークは仕事ばっかなんでずーっと、だからあんまりね、ゴールデンウィークを意識したことがないというか、ゴールデンウィークに何かをするとかっていうよりは大抵どっかに地方に行ってたり仕事してたりとかっていうのをずっと10代の頃からやってきてるんで、ゴールデンウィーク何したらいいんだろうっていうか、いつからいつまでなんだろうとかさ、そういうのもあまりこう気にしたことがないみたいな生活を送ってきましたけれども、今日のお題、私ゴールデンウィーク嫌いなんです。もうメールたくさん来てます、嫌いなメール、嫌いとかっていうメールが、たくさん来てます。嬉しい限りでございます。ということで、メールアドレスは、まだまだお持ちしてますからね、メールアドレスは info@885fm.jp info は info@885fm.jp となっております。本日のお題、私ゴールデンウィーク嫌いなんです、なぜ嫌いか教えてください。これはそれぞれあるだろうね。ゴールデンウィークになると急にいつもよりもなんか倍お客さんが来るからとかさ、そういうのは疲れちゃうんすよみたいな、そういう方もいらっしゃるし、いろいろありますね。ちょっと皆さんの嫌いな理由を知りたいぞっていうことで、今日はドカンドカン行きたいななんて思っております。ということでまずは2曲ここで、続けて聴いてもらおうかなと思います。最初はカシオペア、これカシオペアのベースの桜井さんにドラムの神保さん
と3人で回ったことあって、ライブをツアーを回ったことあるんだけど、でその時にあカシオペアが2人だとカツオペアですねっつったら全然反応してくれなかったっていう思い出がありますけどね。カシオペアで、朝焼け、そしてロニー・モントローズでタウン・ウィザウト・ピッパ・ピッティ。カシオペアで朝焼け、そしてロニー・モントローズでタウン・ウィザウト・ピッティということで、実はロニー・モントローズのギターうちにありますって持ってたりするっていうね。ということで先に行きましょうかね。よちさんぽ、ありがとうございます。よちさんぽ、ちょっと前にっていうか昨日、おとといまでか、札幌に行っておりまして、ライブツアーそれ受け歌謡曲宇都宮隆ソロライブツアー真っ只中でございまして、今月に入った2日の日から札幌に行きまして、で2日に前乗りなんで2日に行って3日4日とライブがあったということは、2日の日は結構時間があるっていうので、みんなでジンギスカン食べたりとかね、そんなのしたんですけど、札幌の街、その前に行った時がね、多分近藤真彦と一緒に行ったんじゃないかなという記憶があるんですけれども、その時に比べて札幌の街が、人が増えてたね、あの時より。やっぱり、もうコロナの方も少し緩和されてるっていうのは分かるけども、ただ外国のお客さんがすごい増えてたっていうのをすごく印象あります。たぬき工事をずっと歩いて、裏路地とかもちょい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 入ってたんだけど、お店屋さん閉まってるお店が前は多かったのが、やっぱあの空いてるお店も増えてきて、あ活気が戻ってきてるんだろうなっていう風の感じだから、すごくいいななんて思いながら、街をいろいろ探索してましたということで、ただまあ今回はとにかく札幌の北海道の美味しいものを食べようっていうのを、やってきたんですが、あのさ二条市場っていうのは一番近いんですよ、そのたぬき工事から市場としてね。でそこに行ってまずお買い物したんだ。何買ったかっつうと、いくら買ったんだ、いくらね、いくら瓶で100グラムぐらい入ってるのかな、それが1000円ぐらいなんだけど、それ買ってやりたいことがあった、すっごい贅沢なことをしたかった。実は昨日やったんですよ、それを。何をしたかっていうと、その二条市場で買ったイクラの醤油漬け瓶、ね、瓶詰めの醤油漬けのイクラか、を、まあ、冷蔵庫で冷やしとく。ほいで昨日、スーパーに行った。しかも夕方のね6時、7時ぐらい。そうすると値段が下がったセール品たちがね、惣菜とか増えるでしょ。それで太巻き買うの。太巻きがね250円ぐらいだったかな、250円しなかったかな、それ4つぐらいにこう切られてるパックの、そこで手作りで作ったやつだけど、そうスーパーで買った太巻きを高級食材で贅沢に味わう、これをやりたかったという感じでございました。太巻きの上にイクラをぶわっと山盛りして、てんこ盛りして一口で食べる。美味しいですよ、すっごく。海鮮巻きみたいな、高級海鮮巻きみたいな、贅沢、贅沢をさせていただきました。そういうのもやっぱりそのお散歩しなかったら見つけれなかったものかもなとかって思ってますけどね。市場いいね、今度からちょっと札幌とか行ったらやっぱ市場だな。仙台も市場すごい良かったし、仙台朝市っていうのがあって、街中にあるんだけど、ちょっと市場お散歩、市場お散歩って何市場巡りね、市場巡りっていうのはいいね、いろんなとこで
ちょっとそれも考えていようかな。なんか空港とかさ、駅とかさ、そこで買うお土産たちもさ、いいけどさ、市場とかだとさ、もうちょっとなんかこうちょっとおいちゃんたちがさ、あ、取れたてだよとかさ、なんかいろいろやってるあの感じの中で、じゃあこれもらっちゃおうかなみたいな、そういう雰囲気はさ、昔僕小さい時に体験していた商店街の子なんですよ、僕家がね。だから商店街活気がある頃のそのお魚屋さんとかさ、八百屋さんとかさ、そういう感じをなんか彷彿させるね、僕にとっては。ちょっとだから気持ちが、若く戻れる気持ちが、うん、心の中がそんな感じが汲み取れるんですけど、ちょっとこれからは市場巡りが好きになりそうな今日この頃の報告でございました。まあ札幌はねすごくね、寒いと嫌だなと思ったんですけど、全然そんなこともなく、札幌も暑かったです。上着持ってかなくても分かったわっていうぐらい、結構過ごしやすい気温で、うん、本当どちらかというと日向は暑い感じだったからさ、だいたいそういうのも勉強になった、うん、そんな、札幌散歩で、ゲットしたイクラの話でございましたっていうことで、ここではじゃあそんな関係ないな、全然一曲聴いてみようかな、これカバーなんですけど、大好きな曲ですね。これファーストアルバムに入っているやつだね。ヴァンヘイレンで You Know Good。ヴァンヘイレンで You Know Good 聴いていただきました。さあ、ということでこの辺でそろそろ行きますか。本日のお題、私、ゴールデンウィーク、嫌いなんですということで、嫌いなんです。私ゴールデンウィーク嫌いなんです。早速いろんなこと聞いていこうと思うんですけど、あのね、基本的にね、人が多い、混むとか、そういう渋滞とか、そういうのをやっぱだから嫌いっていう人多いね。こうもだって、そうこの辺とか見てるとさ、ラジオネームなりちゃんね、毎年ゴールデンウィークは地元のお祭りだから、じゃあそういうちょうど重なるんだ、ゴールデンウィークの時はね、お祭りだから、この時だけはいつも静かな街なのに人だらけになるんです。だから近寄らない前はジージの写真を撮るために言ってたけど、最近はテレビ中継で見てます。あ、じゃあやっぱテレビでやるぐらい大きなお祭りっていうことだよね。すごいね。だからそうなるんだよな、すぐそこまで歩いて何分ぐらいの距離なのにテレビで見てるみたいな、そういう感じになっちゃう。うん、ありますね。でもね、明美いただきました。ゴールデンウィーク嫌い。私は毎年ゴールデンウィークを楽しみにしている派なんですけど、唯一東京駅が人で激混みすぎて、お土産や駅弁を買うのに一苦労するところが嫌いです。新幹線乗る前にぐったりです。うん、よっちゃんもゴールデンウィークにライブなどあり、お弁当買ったりするときに苦労したりしませんか？あのね、買うもの決まってるからそんな苦労しないかな、してないな。うん、東京駅ではあれを買う、品川駅ではあれを買う、空港ではチェックしてから、搭乗チェックしてから中に入ってからあれを食べるみたいな、そういう風にしてるから、そんなにあんまり苦労した感じはないですけどね。まあとにかく人が多いっていうのが多いみたいですね。ニーハオ来ました。台湾旅行中の小芋です。台湾にいるの今？なんだこれ、すごいぞ。数年前までは一人休日出勤していて、もう台がつくほどゴールデンウィークは嫌いでした。最近は会社も人を入れてくれたおかげで、今年は日本脱出してただいま旅行を満喫中です。ニーハオ、はい、が日本人観光客が行きたいと思うところが同じなようでそれもそうか、どこに行っても日本語が聞こえてくるのと、行列しているのとで、海外気分も味わえないやら、行列で時間は取られるやらで、どうやらゴールデンウィークを好きにはなれないみたいです。うん、でも美味しいものたくさん食べて太って帰ることだけは、決定です。ということで、そうですか、美味しいもの食べてきてください。ね、台湾とか美味しいもの本当いっぱいあるからね。でもそこ台湾であんまこう日本語がいっぱい聞こえて
旅行、外国旅行気分が味わえないって言ってますけど、ここ何日か渋谷、昨日もそうだけど渋谷の街歩いてて、あの日本語僕聞かなかったよ、ほとんどすれ違う人すれ違う人すれ違う人、ほとんど外国の言葉しか聞こえてない。逆に日本人いんのかなみたいなさ、うん、思ったもん。渋谷、普通に渋谷の街歩いてると、でもう 逆にあのほら円安になってる状態だった、だからこっちにすごい来てるかもね。それはあるのかもしれない。日本だから日本でもやっぱあそこの街面白いらしい、あ何スクランブル交差点人がすごいらしい、そこ撮影したいみたいな、うん、そういうのでやっぱ集まるからさ、同じだよねきっとね、ノリ的にね、うん、あそこの街っていうところに行っちゃう。だからなんか僕はあのいろんなとこお散歩してたりとか、うん、しててもどんどん路地に入ってっちゃう、人がいないからそうするとちっちゃな商店街見つけたりとかさ、そういうので楽しかったりなんかするんですけどね、さあそれからどんどん行きましょう。これは、恵美子いただきました。ゴールデンウィークはお休みなので完食してゴロゴロしてゆっくり過ごしました。おかげで体重が増えました。なのでゴールデンウィークが嫌いです。あ、明確です。ハキハキしててよろしいは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 い。もうあとねこれも好き、うん、これも好きよいしょ、これ好き、これカイファいただきました。私ゴールデンウィーク嫌いなんです。ゴールデンウィークに関わらず夏休みも冬休みも嫌い分すか。はい、それで、なぜって、単身赴任中のめんどくさい A 型な年下の旦那が帰ってくるから。転勤が決まった時はなんだか不安な気持ちでたくさん泣いたけど、ここ1年半次女と2人暮らしの女の園で楽ちんをしてしまったのよね。亭主はやっぱり元気で留守が一番。明確です。はい、そうですね、だからゴールデンウィーク嫌いってまあ夏休みとかそれも帰ってくるからだね。あと多いのはこの辺が多いね。同じような感じで多いのは、はい、さっちゃん、ゴールデンウィークは旦那息子が仕事お休みでデブショーのため家で3食ご飯を食べます。自分のことは自分でやってくれ、ゴールデンウィーク長すぎる。作ってあげようよねえ、これでじゃあだ旦那さんと息子さんがいないときは自分が食べるときはどうしてる の、 町の惣菜屋さんとかちょっと 軽く買って帰ったりとか、あのインスタントものとか冷凍食品とかそういうプッチンみたいので今日これでいいやみたいな、 そういうなんかテレビ見ながらあのポテトチップス食べながらあなんかお腹いっぱいみたいな感じだからいいやみたいなことで終わっちゃうのかな。だからこれご飯系多いよ。ラジオネームチャワいただきました。嫌いです。ゴールデンウィークみたいな大型連休全て嫌いです。朝から晩まで頭の中はご飯のこと、作って食べて片付けの繰り返し。毎年今年のゴールデンウィークは何連休って聞くと、何が嬉しいの何が楽しいの意味が分かんないし。これ今度自分のために作ってるんじゃないのかなこれなんか、そうですか。頭なんかご飯のことでいっぱいになって幸せじゃないですか。今日何作ろうかなって思う、うん、それもそれで楽しいと思うんですけどね。ゴールデンウィーク嫌いまだいますよ。滋賀のマチュ、今まで休日に誰にも気兼ねせず思いっきり仕事ができて好きでした。けど今は家族の朝ごはん昼ごはん晩ごはんの3食作るの大変。旦那は休日なのに仕事行くしどこも出かけられないしストレスたまる。ゴールデンウィークなんて言えない。だって私は毎日お休みだぜ。これなんかこう、まあ、専業主婦っていうことでしょうね。自慢、私は毎日お休みだぜっていう自慢も入ってましたけど、あもうでもそういうそういう方が多いですね。もう一個ぐらいちょっと見てみましょうかね。雪安いただきました。いつの頃からかゴールデンウィークは大掃除をする時期。
お掃除、お洗濯してもすぐ乾くから、カーペットを冬物から夏物に変えたり、毛布を片付けたり、厚手の冬物衣類をしまったり、庭の木は新芽がわっさわっさ伸びた後ので思いっきり剪定したり、片付くのが嬉しい反面、大掃除で疲れて終わるのがゴールデンウィークだから好きになれない。まあゴールデンウィークまあそうか、いや忙しく過ごせてるのはいいことじゃないですか、そういうの。うん、それもそれで一つあるかもしれないね。でも大掃除の時期、今度そうするとあれじゃない、年末大掃除みたいなのが少し軽めに済んだりするんじゃないの。たまにこうちょっと掃除を急にやりたくなるようなあの気持ちになったりするもんね。じゃあそんな、大掃除したい方へお届けしましょう。すごく心がのんびりできる曲をお届けします。イーグルスでニューキッドインタウン。イーグルスでニューキッドインタウン聞いていただきました。今チャットを YouTube のチャットを見てたらすごくいいのがあったね。これだ、みそ丸さん、お昼ご飯を食べた後に夕飯のメニュー聞くの禁止にしてわかる、それはわかるわ、それはわかるわ、本当だよね、それはそうだよね。わかるわかる。禁止にします、これから。日本国憲法として、お昼ご飯を食べた後に、夕飯のメニューを聞くのは禁止です。逮捕します、逮捕です。気をつけていただきたいと思います。あ、そっか、じゃあ今夕飯のメニューを考えてるぐらいの人が いるわけだよね。決めてあげればいいんだよね。今日コロッケの日だから僕コロッケ食べます。はい、揚げ物買いましょう、揚げ物。お惣菜屋さんで揚げ物買うか、何か揚げちゃうのどう、お家でね。なんか冷蔵庫に入ってる肉揚げちゃえばいいじゃん。なんか肉揚げちゃうっていう、それ揚げ物にしちゃえばいいじゃん。どう、もう牛だろうが豚だろうが揚げちゃうこれね、そうしましょう。もう逮捕です、逮捕決定ですということでございまして、まだまだちょっと、もうちょっとみんないろいろ、今日は、本日のお題は私の愚痴聞いて違ったっけ。本日のお題は、私ゴールデンウィーク嫌いなんです、これでございますね。メール来てますね、おさぴから来てますね。ゴールデンウィーク本当嫌いです。人は多いし、旅行代金がすごい高いし、ゴールデンウィークだからこそ旅行代金を下げればどんどん地方にも人が行くと思うんですけどね、なんとかなんないかな。まあしょうがないですね。そういえば何年か前のゴールデンウィークにバスツアーでイチゴ狩りに行ったら渋滞にはまり全然動かず、いちご狩りの場所までたどり着けず途中で引き返してきて料金半額返してもらったことあります。それがあってから絶対に行かないようにしてますということで、バスツアー、いちご狩りバスツアーっていうのでバスに乗り込んで行ったら渋滞してて、いちご狩りのところまで行けなくて帰ってきて1日潰れた、だけど半額返してくれたって、そういうのあるんですね。全額返してもらわなきゃダメだよね、本当はね。今日の私を返してみたいな、バスに乗ってただけの時間ツアーっていうことでしょう、これね。まあ流れない景色を楽しんでたっていうことだな、じゃあな。そういうのもなあるな。なんかでも渋滞もそうだよね、大渋滞いっぱい来てますよ、大渋滞、人が多いとかそういうの。エミコいただきました。京都に住んでるんですが、観光地が多すぎて買い物して車で家に帰るだけでも大渋滞で時間がかかるので嫌いです。それはやだよね。なんか近所がそういう場所が多かったりするとそうなるよ、絶対に。わかるわかる。もう混むとかさ、なんか人が多いとか、やっぱそういうのがすごく多い。そうだな、それもわかるんだけど、こういろんなありますね。あ、こういうのもあるね。ユミポンいただきましたね。ゴールデンウィーク嫌いなんです。まず仕事なのでカレンダーの赤い日しか休めないから学士、ある年は、実家巡りで気を使いぐったり、またある年はたまった家事や衣替えでバタバタ、そして季節の変わり目でダウンする家族の看病でそわそわ、どっぷりに日常が満載なゴールデンウィークですもういろんなことがね。でも本当
季節の変わり目よくそういうことがあるとかって言われますけど、ここ数日すっごい暑いんですよ、東京なんかも。だけどまた明後日ぐらいからなんかね、急に気温がまた下がるみたいなことを天気予報では言ってるんで、そこで今度風邪ひいたりとかさ、そういうことがあるかもしれないんで、ちょっとそういうね、体健康管理はぜひ気をつけていただきたいと思いますけどね。今日はもう読み切れないぐらい愚痴がたくさん来てます。読み切れないぐらい愚痴がたくさん来てます。うん、マリちゃん、バーベキューにタコパ、たこ焼きパーティーってことでしょこれ。バーベキューにタコパ、準備も片付けも全部私なのに、なのに焼くだけ担当の人が一番大変、アピールするのはなぜだ。ゴールデンウィーク関係ないですねこれね。ゴールデンウィークじゃなくてもあるんじゃないのこれ。でも焼くの大変なんですよきっと。仕事してる感があるんじゃないですか見てて。うん、動いてるね動いてるね。だからみんなが集まってから準備したりとか、わざと先に準備しとこうなんてしないで、これからそうしましょう。準備したり片付ける人も大変なんだぞって思ってくれなかったらもう逮捕です。もう全部逮捕だよ今日。はい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 、うん、あ、いますね。見えたん、うん、世の中はゴールデンウィーク事務の仕事なのですが、締めの日は同じなのでゴールデンウィークは関係なく仕事です。どこに行っても混んでるから仕事してやるんだ。まあわかります、僕もだからそんな感じですよ。締めとかはないですけどいつも仕事なんで、いつの間にかなんかそう、あんま感覚的にゴールデンウィークみたいな感じなくなってるんで、これもちょっとわかる気がするな。過去、私がゴールデンウィークを嫌いなわけ、聞いてみましょうよ、聞いてみましょうよ。これもすごい僕共感できますね。それはいつも行っているお蕎麦屋さんやラーメン屋さんが激混みすること。普段は待ち時間10分ぐらいなのにもう長蛇の列、食べたくてもゴールデンウィークはじっと我慢。ね、ありますねそういうのね。はい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 、わかるわかる。これだからこれゴールデンウィークじゃない時に僕はもういっぱい感じてるから、サッカーだったり野球だったりなんかいろんなほら世界と戦う時、そういう時にいつもテレビがついてない、テレビがないお店までテレビまで設置して観戦できますとかつっていつも行ってるお店がそんななっちゃって、あれ予約入ってましたっけって言われちゃって、いつも通りに来たんだけど、あ、ダメですよこの時期はみたいな、スポーツ観戦屋さんになっちゃう、そうお店がいろいろと、そうすると入れなくって、なんかとかって、ああ、わかったわかった、またじゃあそれスポーツ終わったら来るよみたいな、そんなのも結構あったりするんで、まあ、それと同じようなことですよねやっぱね。あの辺そういうのが増えるんだよな。あとはもう本当にちょっと料金が高くなったりとかさ、そういうのも言ってる人もたくさんいるね。いただきました。ゴールデンウィークって交通費も高くなるしホテル代も高くなるから本当にできない、ね、いつもより高くなる仕組みって何なのよみたいな、でも何より嫌なのが連休明けに仕事に行きたくない感が半端ないこと、月曜日から日常が戻ってきちゃう、お天気も悪い線もありすでに憂鬱ですって書いてます。ちょっと休みすぎるとね、だそれ考えるとさ、ちょっとコロナ続いた後の仕事がだんだん戻りつつありますとかっていう風になった頃にマッチ仕事したくない、会社行きたくないし仕事行きたくない、ほんまほんとマジ嫌、もう嫌だ みたいな気持ちってすごい大きかったよね。そういうのを考えるとゴールデンウィークはそのショートバージョンかもしれないけど、コロナよりは復活力はあるんじゃないですか。ぜひぜひお仕事頑張っていただきたいと思います。じゃあそんな、お仕事頑張ってっていう、もう最後のゴールデンウィークだからさ、もうさあと 2,3 日で終わるからさ、最後の力を振り絞ってこんな曲いかがでしょうか。ショートウィズテンパークリバーサイドロックンロールバンドで Show Must Go On。
ショータウィズテンパックリバーサイドロックンロールバンドでザ・ショーマストゴーオン聴いていただきました。そんなテンパック5月12日渋谷のプレジャーからツアーが始まります。ぜひ遊びに来てください。で、そのまんま12日は渋谷でやりますけど、26日が名古屋の L、 そして27日は大阪のロックタウンでテンパックライブあります。その間に、今回っている、ライブうつばもうずっと6月の頭まで続くんで、僕はもうベースを弾いてるんだかギターを弾いてるんだかウクレレ弾いてるんだかなんだか分かんなくなっちゃってるっていう、そんな状態が続きますんですけど、ライブぜひ遊びに来てくださいということで、ちょっともう一個だけ読んでみようかな。あのさ、ゴールデンウィーク嫌いなんです、ブルゲンさんね、バリバリ働いてた時代はサービスエリアのレストランでウェイトレスしてたんで、いわゆる、繁忙期だったわけですよ。先ほどお話出たように開店から閉店まで客だらけ、わがままなお客さんやら走り回る子供やらでてんやわんや、ホールも厨房もカリカリヒートアップ、何番テーブルに何か出てないとか、誰が間違えたの出したのとか、もう戦々恐々でした。ボンクレとか連休は痩せてたな。これは痩せてたなーがメインですかね、多分この話はね、忙しくてねということで、まだまだお仕事続く方もいらっしゃると思います。ぜひぜひ、ゴールデンウィークに負けないで頑張っていただきたいと思いますけどもね。さあということで、そろそろお別れでございます。お送りしてきましたエモーショナルビット、お別れの時間でございます。次回の放送は6月3日になります。ちなみにお題は夏を先取り何食べたい、これにします。僕はうなぎ食べたいです。もうこの2日間ぐらい暑かったんで、先にうなぎ食べちゃいたい感じがしますということでございまして、夏を先取り何食べたい、これですということで、この時間のお相手は私野村芳生がお届けしました。この番組は WR レーベルの提供でお送りいたしました。ではまた、バッハハイ。